です。今日はこちらダブル限界突破大会やっていきます。さあグローバル大会がね来ましたんで、まあおすすめデッキね2つほど紹介しながら進めていこうかなと思います。で、まあシングル2枚使えるよというルールですね。あとは何も変わってないんですけど、まあ特にねバランス調整が来たわけでもなく、環境は変わってないので今まで強かったやつが普通に強いかなというイメージですかね。はい、というわけでまず1つ目、はい、最強ジャイです。もうおとなしくこいつ使っていけばある程度はね、だいぶ勝ちやすいんじゃないでしょうかといったとこですね。で、まあ一つ重要な点は新呪文ボイドはこの大会だと使えないらしいです。はい、てか使えなかったですね。はい、なので本当に変わってない、前シーズンの環境丸々そのまんまかな。なのでまあ前期強かったカードは全部強いな全部強いな。意外と広いか。まあロケ砲とか来るとねホグみたいな、いやホグっぽいな、これさ止まるんですかいっていう。あーあー、デリバリーか。さあ少しおまずい気もしますが、クエイコホグがこんにちはですね。引っ張っていいね、痛いね。いやホグか、いやホグはいいんですけどデリバリーが強いね。え、これ射抜けねえわ、トリトンが射抜けそうだったからの次進化ロケット方式か。まあでもこれも結局攻めライトニングぶっ放して、まあ進化ライトも気合で乗り越えればなんとかなりそう。さあこれ血じゃいっちゃいます。まあこれデリーさすがに落ちてきそうと思いながらテスラね。でライトニング、あこれ引っ張る必要がない、オッケー。まあえなんかミスってんの、ちょっと入りそうなんで打っちゃおう、ちまちまいきますか。え、警戒しないでください、最強ボンバー。いいね、やばい、強すぎるこいつ、止めた方がいい。いやマジでねダガーガールが強すぎてホグライダーねあんま通んないんでね、そんな気にする必要もないよと。まあ強えよなそれ、まあ、進化ボン回したいし、ね、これ逆サイのねはい、だが優秀です。おい、で進化ボンも回ったのでまあここは一息つきますか。延命がうまいな。ううやばい、なんか荒れてる、やばい荒れすぎているが、あれライトニング打ったらあいつは絶対きついです。いやーでもいいスケカバーがあって、数発一発、いやまあこれ右共用できるんで、えめっちゃおいしい、これ相手視点結構絶望じゃないこれ絶望じゃないですかい、止まりますかこれ。いや6票が来る、ロケオはさあロケオに打って、まあ、適当にユニット追加していいね。さあジャイアントね結局強いんでね、まあ、しっかり後ろからジャイフェニックスで形組んで、まあ、進化ナイトもね添えられたら本当に止まんないので、マジ何でも勝てる正直。ペッカが来ようがラバが来ようが、うーんなんとかなんのがねジャイの、ジャイなんでね、おもらしきたよ、端こりってなんだ聞いたことねえワードや。さあまあ進化ボンバーね、進化ナイトを回すのは今まで通りと。えまあペッカ的なマジックアーチャーあんま見ないので一旦ね様子見ね、
おお、まあこれは仕方ねえな。さあまさかのねマジア超オールブレイカーっていうびっくりか。おお、まあ気持ち程度の警戒しとくか。え、ちょっと美味しい。まあテスラに、あーボムか。まあここはゆっくり行きますか一回で。相手あのオールブレーカー単品だとね結局これダガで回収できちゃうんで、セットで絶対来るんで、リガーとかと。うまいなそれ、その辺目生まれるね。生まれるのでかっ。ウッド使った、なんかきつそう。いやなんかめっちゃきつそう。進化すけね、しかも。うい、ボンバー優秀。おや。いやこれがデッキバーですね。いや正直なぜ折れたって感じではある。でオールブレイカー単品を無視してきて、まあ、ディガーオールブレイカーはヤナアメ打てばいい。で進化オールブレイカーっすかね、そこだけ怖いが、諦めも見えるなこれ。いやーマジ強え。まあバラ調整は14日ぐらいにね来るみたいな話を聞いたので、ほんともう少し例えば来るとは思います。はい、まあ、新環境ねは楽しみに。まあ今回のグローバル大会は、まあ、今の環境のまんまって感じかな。はい、まあ、ジャイ最強です。何にも負けない。まあジャイ対決とかジャイ対決とか、まああとはまあ個人的にインフェルノドラゴンがきついイメージはあります。ザップとかないとね。すげえやな雨。まあ俺も打っとくか、これドリルかもね。うん、いやめっちゃゴブリンドリルっぽい。まあゴブリンドリルも前シーズン流行りまくってましたね。まあ後ろからジャイ出したいですね俺は結局。まあ一旦守るか、射抜きたいです正直。相手柳もあるしな、引っ張ってもいいか。いやボンバーはやばい、それいやもう強すぎる。ボンバーがもうグロいグロいグロい。はい最強ですあいつ、警戒しなきゃ。まあこれも結局ゆっくりでジャイフェニックスで組んで、まあ余裕あればライトで、なければ進化ボンで射抜くなり、まあのんびりやっていくのがいいかな。打っちゃってもよさそう。いやいいね、こうスケオにね。でまあこれはシンクライト突破できなそうなんで、ステイでもいい。頑張れ、いけ、しばけしばけ。まあちょっともったいないけどねこのエリアード。よいしょ。まあ、相手は棒ポイ刺したいかな。進化ボンがね嫌だな。お、これライトニングって良そう。テスラをしばいた後のさ、このフェニーがねきつい。でダガーも寝てるんで、こういう時は行っちゃおうぜの。いやダメ、間に合え、卵パッカンある。いやタギボンバー最悪すぎる。いやがまし最悪すぎ、一番よくねえが。これじゃあ一発ぐらい、
いや、いいよ、警戒させて守らして。俺結構右の方が怖かったりしてます。まあ666なんで、正直ライトニング削りも見てはいる。うぅ、怖え。これシントボンでマジ持っていかれるんだよ。逆にこれ相手高めテスラでさ、結構しんどいことになってない？え、待って、すり抜けいる、やばい。トリトンそれ有能です。マスカのねタゲ取っちゃったら止まりませんよと。さあ、まあこのドリルもねめちゃんこ強いですよとわけで、まあ、今日2つ紹介するって多分言ったので、もう1つがはいドリルです多分今の対戦相手のデッキか。あ、で、これ、進化枠はね、結構悩むんですよね。その4パターン、正直ある。その、ボンバースケ進化もあれば、まあ、ボンバーナイト進化とか、まあ、ナイトテスラとか、まあ、ナイトボンバー、言ったっけ。だからもう本当にね、正直この4枚の進化は、どれも優秀なので、なんでもいい。なんでもいいな。結構好みかな。防衛苦手なら、まあ、進化スケと進化テスラとかもうおすすめで、俺はボンバーで犬来てっていうならまあボンバーでいいし、まあなんかナイトでいい役でナイトはまあ安牌、まあトリムナイトにしとこうかな、でナイトにすんのも結構ありです。さて今回ナイトはまあエリポンゴレかな。これケツゴレワンチャンあるんで、このタイミングで行って。おいしい。ボンボまで行っちゃうかな。結構入らん、これ。いや、いいね。ホスト使わせることに価値がある。しかもヒーラー先行したらでかいが。いや、お前もしかして、後ろに突こうとしてんな。やば。いや。いや。先行熱いね、これ。さあ。俺はもうライドラしばきたいな。タギをこっちに。熱いさあリトプリも残ってはいる。さあで進化ボンバーね、もう一応守りで頑張れ。いや緊急もしてる。さあこれ守ったことに価値ある、あるっすね。しかも相手のタワーは179なんで、まあもうポイズン圏内かな。ポイズンのダメージ30240ないぐらいか。はいはいはい。まあリポンかな。で進化スケもあるんで、今回ゴレをわちゃわちゃわちゃーっつってボコボコに溶かすこともできる。見てみるのもおもろいか。まあ、トレネも何でもあるが。いやー、進化ボンか。いやー、ゲーム良すぎだな。で、正直、ライドラは、ポイヤで溶かしたかったけど、無理かな。ヒーラーいたな。まあ、一応、ポイヤの努力はするか。努力はした。え、全然止まったんやけど。えぐ。はい、終わりです。テスラ置いて、いやマジこう見るとね、テスラ強いし、さっきの進化ボンバーも優秀だしみたいな。こんにちは。まあヒーラーがいなければ、まあそのライトニングドラゴンとかポイズンアラメで飛ぶんで、結構防衛はしやすい。大型にもね、戦いやすいかなと思うんですよね。さあ、ゴブリンドリルも最強ですよと。
まあなんかドリル対決とかになってくるとな、ちょっと難しいかなんかもう本当になんで勝ったなんで負けたみたいな、よくなるイメージはある。さあないと何でもある最近ジャイア、いやこれドリルマジで欲しいな今。山見つかったし、まだボンバーだけで終わっちゃうか。でトリトン警戒でガーディアンでします。でここに出しとけばさすがにこのターンライトニング打たれても突破されないはず。そっち誰だろう、そっち。まあ大事なのはリトプリを隅っこで、あれか、真ん中にテスラを置くことかな。まああともちまちま削っていきます。え、でかい、その残り。いやーマジ強え。よいしょ。いやこれねワンチャン無視できる。まあガーディアン来たらないと。来ましたね。ここ止まるイメージあります。で次一応進化ボンっすね、お相手は。で多分ヤナメライトニング多分っていうか確定か。なんで防衛のスケルトンは強いね。防衛の進化スケ最強クラス。やなめで芝居とかんと。いやこのテスラを突破すんのもね、ここにもまずやなめもいる進化スケに。マジ強い。さあで呪文打ったとて突破は難しいよね。さあからの、いや多分ねドリルとジャイゴはマッチアップ結構むずいんですけど、ぶっちゃけわかんない。やべえそれ、ぶっちゃけわかんないですマッチアップ相性、俺は把握できてない。どっちが相性よくてどっちが相性悪いのか、マジでどっちも勝ってるのを見たことあるんで、なんか本当にこれに関しては慣れがいるかもしれない。ジャイだとドリルに勝てる、ドリルだとジャイに勝てるはあんま存在しないかもね。マジわかんねえんだよ運か、てか相手やらめ使ってくれっていう。ボンビーが、ボンビーがいるか。あ持ってね、進化スケが下手。まあ一旦守りのボンバーもあります。クメテスラで、まあ、ライトニング打ったとてみたいな、意外と入っちゃう。さあドリルで、ドリルはまあ手前と奥、奥っていうんですか、手前と横もう適当に交互に出しておけばいいっすね。うん強いあいつで、ボンバーはもうできるだけ進化させたいんで、手札に回ってきたら2秒で出してください。で止めて進化ないと芝いて、いやーもう硬くね、こう見るとドリルの方が相性いいんかってなるよね。わかんないですあこれボンバーで抜きそう。いやーでもこっちに対応したらドリルが入るよね。でその子にはポイズン強っさっき紹介したジャイをボクすとさ、なんかいやラットがジャイ紹介したやんみたいな、ラットが J 強いけど J 使ってるのにドリル今切りしみたいな言われるけど、どうしよう。いやでもドリルも強いんですけど、ドリルも J に負けるんですよあれに。どっちもどっちなんだよな本当に。2強なんですよ圧倒的ね。おーザップか、いやまあ J かな、いや何でもあるかな、ジャイスケラ的な、ちょっとジャイっぽいな。テスラ残しとこうか。あーエリポンゴレアおお
ヒーラーが嫌なんだよな。もう一発ほら入れ。あー一発しか入んねえなら微妙なボンバーでしたね。エリポンにポイズンしたいんで、基本的に1倍は変なことしたくないな。うん、まあ確実に守りますか。さあまあライドラをヒーラー連盟されて事故るのがね、やっぱよくあるパターンだと思うんで、そこを気ぃつけてえな。まあドリルだけ一回飛ばしとくのもありか。完全無視をされるパターンもゼロじゃないです。よかったな、されなくて。進化スケ、トルネカ、ザップ。さあザップがありますよと。俺は左もね、そう見ないといけないんで。いやーリトブリ強いよ。いやーそれ勝てないのか。まあこう言ってもそうで、進化ボンバーはまあ言ってもよかったな。ビビらず。あーだるい。山野ザップ使ってくれたの結構ありがてえな。いやこれドリルからのポイでいいか。悩みました。相手進化ボンバーないんで、ライドラが強いの。ライドラを、えたまたまガーディアンのタイミングさ。いや天才には見えたがそんなことはなかった。いや強いよ。いや確実にね守った方がいいっすね、これ。ビルで今度はこっち行っちゃったりね、この左どう考えても来るよねの流れで行くと、たまたまミスって反対側にユニット出たりすることもあるが、出ませんでした。まあ攻めとくか。ヒーラーをこれで削れると多分楽に勝てる。で俺のヘナチョコのポイズンのせいでちょっと怪しい。このやつちょっとうまいね。いやこれでかい、ボンバーが残れ。あっついそれ。そっちも対応しなきゃいけない相手。やっぱ回してもいいな正直。はい、えってかボンバー入ったわ、やばくね今の。今ので入んのやばすぎるな。いやさあ進化スケボンのねドリルです。まあ別に進化テスラでも守れるだろうし、まあ進化ナイトだとちょっとわかんねえかなっていう気はしてます。えボンバーボンバー最強なんだよな結局。暇ドリル飛ばすか、まあ手前か横っすね。一発いいね。いやでもこれで400近く入ってるのやべえな。え、まあ、ジャイかエリポンゴーレムか。いやそっか、ボイドがさこれいねえからエリクサーポンプも強いね。めんどくせえ、エリポン多いのはだるいね。いやエリポンだとでもみんなヤナアメザップみたいな。いや普通にゴーレムボンバーいたよな。ボンバー進化ボンバー進なんかすっげえ。ちょっとおもろいゴーレムじゃないこれ。全然俺的にはつまんないけど。いやライドラマジで強い。アホつんだけどあいつ。
まあ悩まるんで。なるほどね。進化スケ進化ボンバーの、まあ対空ライドラリア何でもいいやろみたいな。トルネザップ進化ザップはねえか。うん、多分。まあめんどいね。スケキンいるんでゴブリンドリル、まあボンバー見たか。結構飛ばしにくい。だから一生守っていいわ。削れないんで俺。一生守ってから考えるか。ライドラ強いし、あ、ポイズンやな、雨でしばけるとは思う。え、これボンバーいる？いなきゃ何でもいいか。逆サイ来るね、これポーズ。あー、後ろからね。いや、フェニーも痛いね。ポイズンやなの最近。よしよし。うわー、だこれっすね、俺の負け筋こいつ。行っちゃうか。残れば熱かった。え、熱すぎん？やばすぎん。さあワンパウすごい、まあ、みたいなね。もうこの軽く攻めはある程度保証されてるんで。ドリル基本的に守ることが大事だな。うん、ドリル飛ばしても、まあ、柳雨はね我慢するとか。意外と1倍タイム2倍タイム打ちがちですけど、無理に打たなくても削れはしてるんでね。いや、ドリル強え。ドリル強おー、まあ、ジャイアンな。まあさすがにこれナイトであいつ力尽きるんで。え、ちょっと違う。よし、どっか行った。やばい、なんだこれ。うわー、あれポイズン落ちて。さすがに いや、ランバル的な。待ってね、ナイトフェニー。いや、エリポンゴルやん。エリポンゴルですやん、ただの。嘘やろ。エリポンゴルしかいねえわ今日。まあライドラがあるんだろうな、どうせ。また、まあ、リトブリとテスラとポイヤで頑張りてえな。やばい、ライドラが強いんだよな。これ打っちゃいます。ランバー来たらすけ。いやー、いいエリポンや。それはやばいね、これはね。流れとしては最悪ね。ちなみに、まあドリル飛ばそうかな。ヒーラーないな、でかいか。進化ボンバーある。え、何その取るね。やばい。え、終わったかも。え、終わった。うわ、あ、一枚のエルポン。あ、
いや、ボーポイ良かったと思うけど、やりすぎたかなみたいな。え？エリポンゴレ。エポンゴレ、エポンゴレ、エポンゴレ、エポンゴレじゃないですか。ぐるろー。さあ、というわけで、ドリルとね、ジャイですね。まあ、2強だと思うので、皆さんもぜひね、使ってみてください。ちゃんと声かも。おっしゃっすよ。お疲れ様だね。